みもとあいち、みもとあいちさん、こっどうも、スタジーです。今日もスタジーちゃんのやつのとこで、ちょっとね、学生さんたちはね、もう夏休み入ってると思うんだけど、当然のごとく社会人の俺には夏休みはございません。叫んだばかだらけな。俺、帰ってない。俺、全くないんだよ、夏休み。一日とあれとも普通に出勤だぜ。おかしいだろうがよ。365日や、土日も出勤させられてね、始まってね、ここら辺にしておきましょう。会社の人が聞いてるかもしれないから、この辺にしておきましょう。ということでね、皆さん、夏休みっていつまでなんだろうな。9月近くまであんのかな。みんなよかったら夏休みいつまでか教えてくれてください。今日も草人ちゃんのやつを。草人チャンネル。スイカよりもスイカバー派です。あ、どうも草人です。はい、ということでやってきたんだ。みんなそうだよな。スイカよりもスイカバーの方がうめえな。このコースが俺探しかね、キノコ、ダメージ食らわずに行くとなんか最短でいけるみたいな感じだよな。食らっちまうとこういう感じで、キノコ取ってる時間にタイムロスしまうからなんとかね、ダメージを食らわずになんとかいけばいいみたいな感じなんだけど、ルイージの方が先行ってたわかって。怖い、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 完璧や。ちょっと待って、来た。で、これ、あ、まだ、何やってない、え、さ、クソバカだよ、あれが、ちょっと待って、ルイージ出る。この後に、来る、はい、あー、ちょっと待って、まだ。わかんない、でも、ルイージの方が早いな。しゃがみだ。いやー、ギリギリ。草人チャンネル。なんかさ、結構死にコースっぽいから、とりあえずね、フラワーとね、フラワーまた、ここでフラワーともね、なら、みんな、ちくわに気を取られすぎてキラー出てくるの忘れてます。バカたるかもね、こっちじゃないわけ、ちょっと待ってな、あ、よくた、こっちで合ってました。ごめんね。マリオちゃんごめんね、こっちで合ってましたってことでもそうだよな。俺もこの、俺だったら俺もこのズル使うわ。てか、ちょ、うまくだ、あ、なんかいっぱい鍵来たんですけどな、こっちゴールできた。うますぎー、鍵もう一個ゲッチュー。草人チャンネル。オッケー、とりあえずね、しょっぱな、幅跳びのタイミングプロやんな。シャガさんのプロかと思ったら、この幅跳びのプロだね、各草人、結局。良いでーす。ありがとうございます。あまやん。それ以外、あまや、なんだこれ、意味がわからない。おいおいおい、あ、ちょっと待って、あ、これ、ボムちゃん持ってさっきのところ戻る作戦も、なしに、あー、これ、いや、まあ、いや、普通に行くか、とりあえず普通に行くか、他の土管に入っちまえばね、うわ、普通に道は右が正解であったんかいということで、ワンチャン、あー、いや、でも他の奴ら行ってるって、まだゴールされてないってことは、結構長めのゴールって、なるほど、それだじゃん、あぶね、ありがとうございますってことで、あとはね、他の奴らがここでボムヘイちゃんに持ってくるのを待ちながら待って、それでもそいつがボムちゃんで、このブロックを壊した途端に俺がゴールするつもりでございます。ありがとうございますってことで、ここで待たせていただきたいと思います。早くボムちゃんたち持ってきてください。よろしくお願いしますね。いや、しっかりつけて、はい、あとここで頼む。草人チャンネル。SCF か、なんだこれ。SCP か、だからなんだな。SCP って何、え、なんだろう、間違い探す的な感じなんかな、そういうことか。間違いあるか。全部キノコじゃねえか、同じのが並んで、173、気になる。めちゃくちゃ気になるんですけど、なんだ173。謎解きコースは謎解きコースなんだよな。クソ気になるんですけど、173の SCP って何、誰か分かる人いる、なんか右の数字も気になるな。でもさ、これさ、分かったからと言ってだよね。173分かったからと言って、それでなんか謎が解けるわけじゃないよね。とりあえず進んでいくだけのコースだよな。次のこれは、966がなんだよ。それが何だ、めちゃくちゃ気になるんじゃねえか、教えてくれよ。966ってなんだ、あ、ちょっと待ってね。あ、ちょっと待って。キノピコちゃんが、マトイヌちゃん。オッケー。マトイヌちゃんこっちかな。お前また余計なことしてくんな。戻ったところでしょうがねえじゃねえかな。何をさ、なんか、ルイーズチョロマカージがいいんだけど、お前よ、ちょっと待って。オッケー。よし、これでゴール。ぶねえ。温水池押されたら終わってた。あ、来たんでね。はい。何をバカだれい、草人チャンネル。太郎を8体以上倒せが終わるということでやってきたの、条件戦だからそんな急ぎな。油断させてからの俺も行こうと思ったけど、行けなかったんかいってことやらせていたい。あ、ここでもう2体いるんだ。とりあえず死にますと。だい、ほーら、みんな2体じゃ、俺死んだの、これが理由です。ここにハンマーあるかなと思ってわざと死んだんで、ということで、やらせていた。あ、で、オッケー。この感じで、行けば、どういうことで、どういうことかよくわからなかったんですけど、一回戻ってきますと、戻ってきますって、はぁ、踏んだり蹴ったりじゃねえか、バカ誰が。でもね、条件戦だから大丈夫でございますよ。これでゆっくりと、とりあえず左側に行って、こっち側からここは戻ってくる場所なんかな。こんな、ごめんね、ロイジさん、ごめんね。さっきそれやったのよ、草人よ。もうやり終えたところなのよ。
けい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 け、こいつらもうぶっ壊しちゃった方がいいよな、もう必要ねえよな、オッケー、こういう、あーなるほど、ここにでかいやつがいるわけで、とりあえず先見といた方がいいで、これ確か倒せ、やっぱりそうだよな、あれだよね、ハンナマーじゃないと倒せねえから、とりあえず先行って、しかもな、クマ、オッケーいけいけ、クマあるってことはもう戻れねえじゃん、一回さ、ゴールの先見といた方がいいよな、この後のゴールの先見といて、あー、この扉で最初場所に戻れるってことか、こっち側見ときゃ、はははははは頑張ったけどごめんね、俺がここに行かさせていただきたいと思わせてくれ、あとは条件持ってきたらここでシャーでツモだよな、それでもう無理じゃない、他に俺に勝つ手段がないよね、他のやつら多分ね一番最後のここまで、ね、表面の場所で戻ってきてるやついないと多分みんな思ってるからさ、その何に草人ここにいてごめんね、最後あーはいありがとうセンキュー、草人チャンネル登る系のコースってことやな、とりあえずあオートスクロールじゃね、オッケーごめんねうますぎんかいピンポイントすぎた、ちょっと待って、やな予感してきたな、ちょっと待って、俺も欲しかったフラワー取りに行けばよかった、やな予感してきたよ、ちょっと待って、こいつがじゃなんやこいつがやだこいつ今煽りやがった、絶対許さん、あいつだけは絶対許さん、しかもさ、キノピコ、よしよし、あいつ死んでんじゃねえか、キノピコのやつ、あいつキノピコのやつも草地 YouTube っていう名前でさ、俺の名前をなんや語ってたからね、俺絶対勝てる、俺が本物だってことだもんね、とりあえずこれで見せつけたからみんな見てる、でもねルイージが言ってんのよ、ルイージの野郎が、ちょっと待ってこれゆっくり行こうぜ、とりあえずやり直すわけねえだろバカ、誰が、うわでもどっかで死んでる、いやでもね他に対戦相手がいないとなるとなかなかルイージが死ぬ場面がねえよな、結構難しい感じのコースやってくれ、てかのせっかくだったらこういうオートスクロールにかなり難しいアクションを入れてくれれば、草地だったら余裕でクリアできるけどルイージはクリアできないみたいな、そういう感じのオチになってくれば一番嬉しいんですけど、ってことでちょっと待って、あのびっくりしたためちゃくちゃびっくりしたんですけど、とりあえず草地 YouTube には勝ったから、俺も草地 YouTube だけど俺も草地 YouTube っていうの偽物の方の草地 YouTube にはもう勝ちましたからね、これでも多分俺が死ぬことは多分ねえから、今フラワー状態キープできてるから、この状態で死ぬことはねえから、あとはねルイージの方やつを倒せばいいだけだからね、オッケー、みんな応援してくれな、草野 YouTube 勝てて応援してくれな、本物の方の草野 YouTube 勝てて応援してくれな、オッケー、ちょっと待って、ルイージーだけ、わあこれ追いつけなくね、でもね多分こい、あーいたいた、やだやだよし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 、あとゆっくり行けば勝てるぞ、ゆっくり行こうぜ、草野 YouTube だけ絶対勝てやろうぜ、俺が本物の草野 YouTube ってところ見せつけてやろう、うわこれ食らいながら行っていいよな、もうしょうがねえしょうがねえ、これ食らいながら行って、怖い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 な、ここは死にたくねえぞ、死にたくねえぞ、もうさあんまり回復アイテムなさそうじゃない、この先わかんないけど、オッケーオッケーオッケー、ゆっくり行こうぜ、ゆっくり行こうぜ、あんまり焦んなくて、あんまり焦んない、もう一回当たっても大丈夫だから、はいありがとう、センキュー、また